青い山に雲が湧く。おはようございます。僕の挑戦タッチです。今日は僕の母校の青山高校に来ています。今日はですね、高校時代みんな嫌で嫌でたまらなかったあの体育の授業のマラソンコース、しかも8の字コースに挑戦してみたいと思います。本当のスタートはですね、このずっと奥の体育館をスタートなんですけど、コンプライアンスの関係で勝手に学校内に入ってはいけないので、校門からスタートしたいと思います。それから見てください、こちら、じゃじゃん、青山高校特製タオル。これ多分甲子園に出場した時に作ったもんじゃないかと思うんですけど、このタオルを首に巻いて行ってきます。Let's run。こちらが青高のですね、元青高ですね、元青高のテニス部の、コートですね。こちらも桜が見てください、綺麗に咲いてます。それからいきなり上り坂で辛いんですね、このコース。はい、それからここがですね、私が1年生の時は、ここが青子のメインのグラウンドで、体育祭なんかもここでやってました。はい、自転車の駐輪場ですね、友達の自転車をこの屋根の上に隠した記憶があります。ここが元青山高校、そしてこちらがですね、元別府商業高校になります。そして羽村台高校というところがあったんですが、3校が統合して今の創成高校になったんですが、これがですね、別府商業の校舎から青山高校に続く渡り廊下になっています。ああ、ここは体育館ですかね。なんかすごい立派になってますね。右手がですね、明豊高校になります。はい、そうです。最近はもう甲子園の常連校になりました。あの明豊高校です。今年の春もですね、選抜の出場を決めていたんですけど、もう本当残念ながらコロナ、ウイルスの影響で中止になってしまいました。ここから当分永遠ときつい上り坂が続きます。本当マジ、このコース嫌だったんですけど、一番嫌だったのがやっぱこの上り、思い出を語りながら走りたいと思いますが、ピンクレディのカルメン77という歌が流れています。ここから下り坂になります。それでチャラララッチャ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 ララッチャチャチャ、私の名前はゴーヒロミです。もちろんあだ名に決まってます。というわけで僕の本名は、左のちょっと洒落た建物は、交番です。海と川に太陽が反射してすごくいい景色です。こちらがですね、青山中学校の校舎になります。青山高校、元青山高校のグラウンドに戻ってきました。マラソンの時間の思い出を語りたいと思いますが、
ですね、本当は体育のマラソン走りが気になっているだけでたまらなかったんですね。まあ、そんな私がマラソンをするっていうのもなんか不思議なことなんですが、それで体育の授業のマラソンの時はいつも仲の良かった友達と二人でもう最高列を走ったり歩いたりいつもしてます。それでいつしかその歩く仲間が増えていって、最後ら辺は5、6人になったんですね。ある時ですね、もう普通にコースを走るのもめんどくさくねとかいう話じゃなくて近道したんですね。で、近道を出たところに体育の先生がおって、はい、お前たち昼休みに体育教官して行こうみたいな感じで呼ばれてしまって、その時ですね、まあ、運の良かったことにというか、私たちの他に授業をサボってたやつがいたんですよ、二人。よく風邪ひいてるとか言って、で、その二人がサボって豚まん食べてるところを見つかって、そいつらも同じ日に呼ばれていて、で、私らは、まあ、体育の授業に参加したということで、まあ、近道をしていたというその罰だけで済んだんで、正座して原骨だけで終わったんですね。で、その体育の授業をサボった二人は思いっきり平手打ちですよ。なんか3、4発平手打ち食らったんじゃないですかね。その現場を私らは正座しながら、あ、ラッキーとか思いながら見てました。で、こちらビーコンプラザです。そしてこっちが別府市美術館とアスベップになります。そんな思い出話をしているうちに、富士見通りに差し掛かっております。はい、こちら左手に見えるのが、別府市役所です。いよいよこの薬品が下り坂とお別れで、この角を曲がるといよいよラストの地獄の上りです。この最後の上り坂を見ると思いっきりテンションが下がってました。延々と続くんです、ゴールまで。別府のコミュニティセンターです。ここも桜が綺麗ですね。訪問が見えてきました。はい、ゴール、やりました。さあ、高校卒業して以来だから、40年ぶりです。40年ぶりにこの体育の授業の8の字を走りましたけど、やっぱきつかったです。最初に2人でサボりながら歩いたり走ったりしてた友達、それから先生に見つかった時に体育の授業をサボって豚まん食べてた2人のうちの1人は親友として未だに付き合っております。やっぱこういう腐れ縁というか、こういう仲というのはずっと続くものなんですね。大切にしたいと思います。以上、青山高校からお送りしました。元青山高校です。それでは皆さん、いってらっしゃい。